どうも皆さんこんにちは、中村です。よろしくお願いします。ということで本日もインのスタグラムの方で募集をしました。皆様のお悩みをですね、僕がですね、人生で何も成し遂げたことがない僕がですね、皆様のお悩みをポポポンと答えていきますので、よろしくお願いします。久しぶりのね、悩み相談ということでね、気づいたらもう3週間、まあ、約1ヶ月ほどね、やってなかったみたいですね。だからそろそろやんないとなーって感じですね。まあ、正直言うと最近ちょっと動画の伸びが良くなくて、登録者が16万人達成したんですよ、2週間前に。そっからね、本当に、ね、微動だにしてないんですよね。微動だにしてないし、動画が伸びないんで、で、何の動画が伸びてるんだろうと思ったら、やっぱり悩み相談が伸びてたので、じゃあ、久々にね、ちょっと悩み相談投稿しようかなってね、思って、ね、ちょっと今日悩み相談させてもらいますということでね、まあリアルなこと言うとね、ちょっと夏頃引っ越したいんでね、ちょっとどんどんお金貯めていかないと、お金欲しいです。本日もよろしくお願いします。じゃあ1ヶ月ぶりということでね、これぞ悩みだっていうね、お悩みいきたいと思います。ありません、できんです。好きな人の前でご飯が食べれないし、美味しいも言えないから冷められるということでね、まあこれはなんかいろいろこう緊張とかあるんでしょうね。まあその美味しいとか、そのまあご飯が食べれないならこうすればいいんじゃないですか。じゃあいただきます。あー、美味しそうだね。何それ、ハンバーグ?美味しそう。そうだね、私も食べなきゃ。いただきます。美味しそう。先生にガチ恋だけど、ライバル誕生して精神崩壊してることということでね、すいません、これシンプルに言わせてもらいますけれどもね、先生にガチ恋するなら恋は衝動、そんなの抑えろ、気持ちが悪いです。彼氏がいなくて震える、かっこ東京と北海道ということでね、遠距離恋愛してる人って正気の沙汰じゃないですよね。だって、恋人なんて会えるから嬉しいのに、会ってこう癒されるから嬉しいのに、離れて何もできないのに、こう何のために付き合ってんの、頭おかしいんじゃないかっていうね、思いますけれどもね。これその、震えるって書いておりますけれどもね、もしね、彼女さんが東京で、彼さんが北海道でも、多分彼さんが震えてると思いますよ。多分北海道寒いんでね、震えてると思いますよ。で、彼女さんが北海道のパターンも多分それ、その会えなくて震えるじゃなくて、多分寒さで震えてると思いますからね。だってね、今度電話するんでしょ、こうやってね。うん、寂しくないよ、ゆうたくん。こうやって前に電話してるから全然寂しくない。うん、私は遠距離恋愛でも大丈夫、全然寂しくない。寂しいだろって頭おかしいんじゃないかっていうね。もう多分彼氏さんは多分その遠距離恋愛してる時にその近距離わいせつ他の女としてますよ。性に目覚めた彼氏に振られた、女作ってたわ、童貞卒業させてしまったからかっていうことにね。まあこれはいいじゃないですか。その彼氏さんがね、どんな女の人とそういうことやろうがね、あなたが初めてなんですから、もうそこは揺るがない事実ですよ。もうあなたが初めて、誇ってください。もう胸を張ってください。大丈夫ですよ。僕はもう初めてのこと全く覚えてないですからね。僕だって僕しかも好きな人じゃないですからね、初めてがね。もう真っ暗すぎてね、もう何にも覚えてない、表情も見えないし何にも覚えてない。もうなんかそのホラー穴でやってんのかなと思いましたもん。おならするときに尿漏れしちゃうこと、いいですね。尿漏れだけで僕同時発射ですよ。36歳の彼氏、かっこ私22歳、ストーリーに彼氏あげたら友達が彼氏何歳ですぐ聞いてきて腹立つ。なるほどね。覚悟って言葉知ってますか？ピザポテトがうまくて手が止まんねえことということで、ピザポテト美味しいですよね。ピザポテトも美味しいけど、あれも美味しいんですよ。小池屋のストロングでしたっけ？なんかサワークリーム味のやつ。あれ美味しいんですよね。でも、めちゃくちゃ量が少ないんですよ。あれ美味しいんですけどね。あれ多分ストロングのサワークリームのやつ、3枚しか入ってないよね。友達が小綺麗なヒゲロン毛と出会えないって言って投げてビームスに行け。お父さんにスマホのお下がりもらったら検索履歴が AV だらけだったということで、もういいじゃない、健全じゃないですか。AV で健全なお父さんじゃない、何それ、ちょっと気持ち悪いみたいな感じで言うんですか。なんか結構いますよね、なんか AV でなんかもう気持ち悪いみたいな、みんな見てるんですか。じゃあそのお父さんが AV じゃなくて、なんかいろんな女性のうなじだけを撮った、そのなんか32分割でうなじだらけの画像とか、それなんかいろんな動物の内臓集とか、なんかその各国いろんな世界の女性の肛門集とかより、どっちがいいって、肛門集ってなんか万葉集みたいですね。元彼が捨て目でポエム書いてて、その内容が私に向けたものだということということにね、まあ捨て目ってあれですよね、なんか LINE の一言メッセージみたいな感じですよね。一言メッセージ、そういう臭いこと書く人なんかもうね、絶対友達にはなりたくないかなみたいな、もう寒いんですよね、気持ち悪いんですよね、あれも最悪ですよね。なんか出会いは大切に、毎日感謝で自分のね LINE も見ました。なんかその臭いこと書いてる友達いないかなと思って見ました。バーって見たら見つけました。ありがとうは出しを示しない、ブロックしました。友達って何だと思いますか？仲がいい人はいますが、友達と呼べる人がいませんということでね。まあ友達難しいですけど、何ですかね、やっぱその嬉しかったこととか楽しかったこととか悲しかったこととか、それを全部なんか共有したいなって思う人じゃないですか。あとはなんかその、まあ、これは絶対ちょっと秘密にしときたいなっていうこともこう言える仲というかね、その家族とかにも言えないけど、なんかその人なら全部受け止めてくれるんじゃないかという信頼とか、なんかこう何でもこう言える仲が僕は友達だと思いますね。ちょっとすいません、ちょっと真面目なこと言いすぎました。ちょっとバランス取ります。気持ち悪いこと言いますね。売春してるメディキッドおじさん、部屋がくせー。皆さん行きますよ、いつでも行きますよ。せーの、ダチョウの卵を据え置きしてる。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。